白山と行きます。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。皆さんツイッターで話題のこちらの動画ご存知でしょうか？何これ？こちらはディープクールのグローバルアカウントでツイートされた動画なんですが、 AK620 のゼロダークにファンを3個追加して 120mm ファンを5個連結した 600mm 空冷ファンなんですよね。これ冷えるの？気になりますよね。ということで今回はこれをやってみたいと思います。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということでまずは今回使用するものですが、ゼロダークを持ってないので、まずは普通のディープクールの AK620 と、ファンが足りないのでもう一つ AK620。 何個持ってるのよ？これでファンが4枚になったので、5枚目としてこちらの AK500 を使用します。と言っても使うのはファンだけなんですけどね。 AK620 は2021年10月に発売された空冷クーラーで、現在最安で8000円を切る商品です。6本の 6mm 軽動性ヒートパイプで最大 260W まで対応となっています。で、CPU は何を使うの？もちろん、インテルコア i9-13900K を使用します。AK620 が最大 260W まで対応だからギリギリいけるかもしれないわね。ということで早速やってみましょう。とりあえずまずは普通に AK620 の状態でシネベンチ R23 を回してみました。結果はこちら。マルチが 39,206 と 40,093、シングルが 2,262。最高温度は100度でアイドル時は38度でした。最高クロックはマルチが 4.80GHz、シングルは 5.73GHz でした。やっぱり100度いっちゃったわね。まあこれはいくかなと思っていました。風温は 30cm 離れた位置で平均 31dB ぐらいでした。まあこれは普通のファン程度の音ですね。ではここに3つ目のファンを取り付けたいと思います。こちらは AK500 から持ってきました。後ろ向きにファンクリップを取り付けて、そのまま AK620 の背面部分に取り付けます。ここはもともと何もついてないところなので、取り付け自体は楽ですね。取り付けるとこんな感じになります。ファン3つでも結構ごつくなるわね。一応 120mm ファンが3つなので、これで 360mm ですね。確かに。ではファン3つでのシネベンチ R23 の結果も見てみましょう。結果はマルチが 39,620 と 40,537、シングルが 2,249 という結果でした。マルチはわずかに2枚よりスコアが良くなりましたね。では続いて温度とクロックを見てみましょう。こちらはやはりどちらも最高温度が100度になってしまいました。ただ、アイドル時の温度だけはちょっと冷えてましたね。一応3枚の効果は出てるのかな？また風温の方もファンの枚数を増やしたことでわずかに上昇していました。では続いて5枚にも挑戦してみましょう。シュララ。それではここにファンをさらに2枚追加したいと思います。こちらのファンはもう一つの AK620 から持ってきました。では先ほどの動画同様、結束バンドを使ってファンを連結していきます。一応対角線上に止めながら作成していきます。ということでこんな感じで2セット作りました。おお、確かに連結しているわね。こちらを装着して。ということでこちらが 120mm×5 連ファンになります。かなり大きいわね。さすがに5連で繋げるとかなり存在感が大きくなりますね。で、問題なのがこちら。ファンコネクタですね。ああ、確かに繋げたのはいいけど、これ繋げないと動かないわね。そうなんです。これらのファンコネクタを一つにまとめないと CPU クーラーとしての意味がありません。なので今回 Amazon でこんなものを買ってみました。PWM ファン用3分岐ケーブル2本セット。3分岐ケーブル？はい、こちらの3分岐ケーブルをそれぞれ3本と2本で使用して、それをさらに AK620 に付属している2分岐ケーブルで繋ごうという作戦です。それで動くの？多分分岐を増やしただけなので動いてくれるとは思いますが、まあ物は試しですね。ということで完成したので早速電源を入れてみましょう。スイッチオン、LED 系が特に何もないのでわかりにくいのですが、きちんと動作し始めました。ちゃんとファン回っているわね。最終的に CPU クーラーのピンに1本で繋げているので多分5枚とも同じように回転してくれていると思います。ではこちらの5連結でのシネベンチの結果を見てみましょう。まずはスコアですが、こちらは微増ではありますが、ほとんど差がありません。本当にほとんど差がないわね。では続いて温度の方も見てみましょう。やはり5連ファンでも100度以内になることはできませんでした。やっぱり空冷ファンじゃ 13900K を冷やすことはできないのね。まあもともと電力設定等で温度を管理するような CPU ですからね。実際起動中の風はこんな感じでした。このゴーって音はエアコンとかじゃないの？
これはこの空霊ファンノートですね。ただ実はこの5連ファン、致命的なミスがあるんですよね。え、致命的なミス？これなんですが、同じ回転のファンを連結した時、風はより外側に広がっていこうとするんですよね。ふむふむ。より高い効果を出したい場合は、このように回転が逆のファンを取り付けることで、風がより一層強く押し出されるようになるみたいです。いわゆる二重反転ファンってやつですね。もちろん、風量等で細かく決まってくるのですが。まあそんなことより、とりあえずこのファンの連結状態では最大級の恩恵は得られないということがわかりました。え、じゃあどうするの？ファンをひっくり返すの？いや、ひっくり返すと吸気と排気が変わって風がぶつかってしまうのでダメなんですよね。あーなるほど。少なくともディープクールから反転ファンというのが売っていないので、部屋を見回してみたところ、私は見つけちゃったんですよね。え、なになに？ディープクールのファンとは反対向きに回るファンを持つクーラー。そう？サイズのコテツマーク3です。え、コテツマーク3って？はい、こちら左はディープクールのファン、右はサイズのファンなんですが、羽の向きが逆なのがわかりますかね。あー確かに向きが違うわね。ディープクールは時計回りにファンが回って風を押し出し、サイズは反時計回りに回って風を押し出す仕様となっています。もちろんファンそのものの回転数が同じではないのですが、これは試してみる価値ありますよね。まさかディープクールとサイズの夢のコラボ。ということで今回はこちらを用意しました。サイズのワットオンダースネイアイルになります。こちらは最大 2400rpm 回転数のケース用のファンになります。AK620 のファンが 1850rpm なので、こちらの方が少し早いのですが、まあ細かいことは気にせずやってみたいと思います。合わせなさいよ。しららら。ではせっかく連結したファンですが、一旦外して、サイズ製のファンとディープクールのファンをドッキングしていきます。先ほどと同様に結束バンドで留めました。この状態で取り付け、ファンクリップは AK620 のものをそのまま利用しています。背面も同様に取り付けます。ということで完成したファンがこんな感じ。右から、ディープクール、サイズ、ディープクール、サイズ、ディープクール、こんな感じでサンドイッチになっています。本当にサンドイッチね。こちらがディープクール&サイズ製の、5連式20反転600無空冷クーラーになります。堅苦しい名前ね。ということでこちらの空冷クーラーで i9-13900K が冷やせるのか、結果を見てみましょう。こちらがスコア結果となります。ファン設定100の結果も載せましたがスコア自体はどれも変わりがありませんね。おそらくスコア的にはこれが精一杯なんでしょうね。では温度の方はいけたのか。温度の方は残念ながら100度になってしまいました。結局冷やせなかったのね。クロックとかも大きな違いもなく、二重反転ファンでも効果がありませんでした。ということで反転ファン2枚では結果が変わらなかったので、最後に、反転ファンをもう1枚増やして、3枚反転ファンにして試してみたいと思います。3枚で変わるのかしらね。まあ物は試しなのでやってみたいと思います。ということで、最終形態、右から、サイズ、ディープクール、サイズ、ディープクール、サイズ、という並びになりました。ということでこちらの結果も見てみましょう。スコアはわずかですがちょっとだけ伸びました。ほとんど誤差なような気も。続いて温度とかも見てみましょう。こちらが全工程の結果ですが、やはり i9-13900K は強敵だったみたいです。全部100度ってすごいわね。せっかくなのでマイクをかなり近くに置いて録音してみましたが、前回の扇風機が回っているような音はしました。そりゃそうでしょ。ということで結論、インテルコア i9-13900K は、最強。それではまた。